おそらくこの10日が11、12、13と日数が増えれば金ではなく白銀のプラチナムウィークとも呼ばれるらしい。アナマちゃん、またの。わしの名前覚えておるか。わしの名前覚えておるか。覚えてない。まだうんちちゃんと呼ばれた方が気持ちがいい。先ほどわしはそう言ったな。命名をな、あのワッパがしたんじゃ。よう、うんちちゃん。わし、うんちちゃん。あ、野村が頼む。なんて声だ。わしは最初、うんちパパ。パは違うじゃん。うんちは取るけど。わしもうんちちゃんっていうの違うっすね。じゃあ、お嬢様だ。よくわかる。お嬢様って一瞬そういうのそれに女子に見えるわけですな我ら大丈夫かあの者たちあの者たちまああの者というかこの自分らがお嬢様みたいなおっしゃったさようですなまあ三姉妹とその母上で、うん、お主たち三姉妹か三姉妹に決まってるじゃん四姉妹かと思うたぞ浅井三姉妹と一だああさようですなああ何故織田家の方々はその少しでも高い信長殿といい前田利家殿といい秀吉殿といい必ずちょっとでも高いだろうこういうところじゃったらもう必ずこここういうなぜでござるかアホなんちゃうな少しでも高いところに言えば高いところに言えばいやいやいや、こう野村殿もともと身の丈も高くこんだけ何かありもうかなんじゃ収まりが良い前世が猫ではないか猫というものは何でも高いところにいたがるだろうあですなちょっとでも今この新聞紙を引けばその一枚でもその上にいたがったあれはぬくもりでございますあの紙のぬくもりまあそうかもしれんがその何でも何かの目が言ってた例えば地べたになあの何かこの餌をポンってやるだろうそうするとこう匂いだけ嗅いで食べるかよって顔するしかし何か皿の上とか何か上の上にポンって置くとようやく食べて何この猫様め不思議な生き物じゃんあれは確かにそうだななんか心の気ぐらいが高いんだよなそれと一緒気ぐらいが高いけどもふと心を許した者にはものすごく甘えるという甘えるな傾向もありますなそうじゃなでもな面白いな猫犬というのはあれじゃなこう進化の過程で人間に媚びることを選んだ、うん、生き残る術の一つとしてこの野生におると弱くて負けてしまうから人間に家畜として近づくことによってこの進化を遂げたと言われる人間に飼われることを選んだそういった利口なやつもおるんだそうですなもう今この我らがこの当世で見る犬や猫はもうほとんどの者たちがこの人の手によりそうだよな、うん、人と共に生きるために生まれてきた者たちだから我らの頃の印象とは随分違いますなそうじゃな犬なんか出たらもう一回身構えないと危ないからな我らの頃犬が出た確かに犬と暮らしとる者もおったけど もその辺におる犬が近づくというのは、まあ、近づくことはなかったですな犬から我らに近づくものなだからヌシラの感覚でいう狼に出会ったぐらい山の中に犬に出会ったそんぐらい思うよなあとはちょっと気持ち悪い話をすると合戦で討ち取られた人の肉を食うでな野犬たちが集まってくるわけです戦でも野犬が右から左へ行った時は不吉だ逆に左から右へ行った時は
吉兆の証。そんなの自分が回り込むよ。いつだろうという。要は味方によりな。よくあるな。ありますな。言い回しよりなんとでも言える。なんとでも言える。なんか本来は自分の方から見ると不吉だけど、これは相手にとっての不吉の兆しとか。よく山本勘介がそういうことばっかり言ってる。そういうのを逆手に取るのも秀吉殿は上手でした。秀吉が九州征伐になった時に島津家のものくじ引き何回やり直したの。いやもうずっと十何回その秀吉に秀吉と戦うか戦わないかというの占いのいわゆるこうくじ引きで赤が出たら戦わない、白が出たら戦う。で最初どっちだろうね、戦うかなんか出て、いや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 待て待て待て、もう一回やってみよう、性格変よ、戦わない、いやいやもう一回戦うが出たら、いやもう一回引いてみよう、これ何回も繰り返して結局戦わないよ、最初から選べてそんなことやってる間にどんどん来とるんだそういったこともやってる、この武田信玄殿についておった山本勘介殿の軍師と、これから例えば秀吉殿についておった軍師官兵衛殿、これからわしのところについておった、まあ、例えば軍師の本田正信と、これ3人とも役割が違うの知っておるから、まず山本勘介殿はこの占いが大きな要素、まあもともと答えを持っており人々を納得させるためにこのこう戦術、いわゆる占いを使うという、それからこの軍師官兵衛の方の黒田官兵衛殿は戦略に長けておるという、戦略戦術に長けておる、戦において勝つか否かということに導く、我が軍師の場合は政務を執り行うための軍師じゃな、故に国をどのように動かしていくかということ、実は一口に軍師といっても随分違う、信長殿はいろいろな形での軍師を召し抱えておりましたな、そうだな、またその軍師を配下の者につけてな、その官兵衛の者に、アンビは戦略にも長けておったが、特に中国地方に人脈が強くてな、中国地方に進軍する際のいわゆる水先案内人のような黒人衆とすごく、まあ、簡単に言うと仲が良かったがゆえに話がつけやすいんじゃない、兵を集めるのがどこの西国方面になる、それで官兵衛は活躍を出した、京に登る際もそういったこの水先案内人として実はかの明智光秀殿と仕掛けられましたか、うん、いわゆる将軍家とつながりを持っています、もともとどっちかというと足利の方じゃないな、うん、ですな、今でいう外部執行役員外部の会社のものは執行でやってくると思うだけで、そういったして外部の頃は位が低いけども、信長殿の近くに執行先ではまあ割とこの常務取締役であると、それぐらいまで言っておりました。なのに社長解任の会議を起こす。とんでもないですな。取締役会議により、そう。野賀自身が代表に変わる。だから3日で終わる。3日天下とはよく言ったものですが、ね、本来であれば3日何々と申すのと、この実際に3日以上なんじゃ。しかしながら、まあ、例えば本来であれば10年続けたいことを1ヶ月しか続かんことを3日坊主と申すんだから、なので3日で終わることを3日坊主と申すではない、3日で終わったものは3日坊主でも何でもない、3日しか続かなかった、実際に明智光秀殿の場合はの政務を執り行い天下を動かしたのが実際に3日だったのじゃ、なので3日天下と読んで文字のごとく正確性のある言葉ですか、うん、まあ、その間に安土に入場したりな、結構行動は早かったからな、うん、残念本当は機内の大名家たちが連動するはずだったですな、うん、細川家であるとか、大丈夫だよ、細川忠興は義理の息子じゃないそしたら細川雄斎が無理やりと捕まえて、忠興はな、本当は忠興は明智に味方にすると言っとったらしいよ、雄斎がそれでは良くないということに
無理やり出家させて、細川関係ない、細川関係ないよだから許して、中立を保った、いわゆる信長殿を討った後には大名たちで連動して新しい世の中を作ろうという約束事があったんじゃな。その約束を全員で保護にしたんじゃ。なんで急に小野賀自身の手勢しかおらなくなって秀吉殿にやられた。本当は大軍勢で周りから来る者たちをやっつけるはずだったんじゃな。因果応報、裏切る者は裏切られるですなぁ。まあその裏切第一に裏切られた五人こちらが私のあんまり裏切った記憶ないんじゃないかな。裏切られた、裏切られて、裏切られてばかりの事実。しかしわしは謝ればいいです。うん、随分と寛容ですな。能力のあるものには寛容、ないものには一度の失敗でクビですな。そうだな能力ないやつ大嫌い滝川和正殿といい、丹羽長秀殿といい、随分と切れ者が多いですな。羽柴秀吉殿も明智光秀殿も、自分はそこまでこうできないから、謙虚な女は好きじゃけど、うん、大した勇気もないのに、わしがやりましたよくないな、よくない、どちらもよくないどちら側もよくない。あ、さようか。しかしな、もうな、なんじゃあの元の日殺してしまえ、そこまでな残虐ではなかった。そうですか。清正はホトトギスで言うと何なの？泣かぬなら鍛えてしまえ泣くように鍛えればいい。見事だな。声を出せるように鍛えればよろしい。さすが泣かせて一応みたいな、この秀吉にも近く、はい、見事見事大竹お泊りでございます。素晴らしいな、まさかの見事な回答が返ってくる。そしてこの後には大切な戦が待っておるが、大切な戦が始まるといえば、信長殿の場合は雨が、うん、超危ない、ぽつりぽつりとやってまいり申して雨粒が信長殿の額を打ち始めておる。なんか意味深だな、お前。いや意味深だな。いや雨が降ってまいったということです。おう。じゃあ退陣するか。よし。何の音だ。あ、ドラゴンゲートが始まった。こういうものありますか。おう、なんかな、プロレスになるものやった。また好きそうですな、ダメだから。やるぞ。いいですな。トーマとわしの最強タッグだ。シロザブロをこれでめっちゃ武器ありなんだ。極悪非道なものや。覆面したのか正体わからん。私は何の役にもつけてもらう。おタイガー面砲。タイガー面砲。トラメン。なんだその武器。なんだ今の。なんだこれは。これで絶対強ないじゃん。なんだそれは。もう強ないじゃん。これで入場します。これで入場いたします。ここで敵を油断させておいてから。おまあ早いぞ。当時の大谷強武みたいなやつが。それで襲うから。これで参りますよ。そちらで。この、まあ、相手の覆面を刈り取る者たちが、トーマ引退だお前は。名古屋はいろんなものやって楽しいよ。よし、では本日もありがとうございました。今日はこれにしましょう。またさらばしょ。